今日はゼロドライブ MR 君をですねメンテナンスしよっかな、メンテナンスしよっかなと思ったんですけど、ベアリング分解する工程で、まあ、一つの作業をするとあのベアリングのね、そのなんだろう、受けのガタっていうのかな、まあ本当ガタっていうまでもないんだけど、微妙なクリアランスを詰めれるかもしれないっていうですね、あの作業がございますので、ご紹介させていただこうかなと思います。まあ、僕が見つけ出したとかじゃなくて、めちゃめちゃツイッターで見つけたやつがいいなと思ってパクっただけなんで、ソースは僕じゃないんですけど、あの実際自分でやってみていいなと思ったんで、ちょっとご紹介させていただこうかなと思います。それはですね、このマニキュア、マニキュア、これマニキュアなんですけど、マニキュアを使って、ハブのベアリング受けの部分のですねクリアランスを詰めるって作業になるもんで、まあ見ていただいた方がいいですね。はい、これステアリングリンケージとかいっぱいつながってるもんですから、ちょっとこうまあ動くんですけど、こう止めた状態でさ、こうやってやるとカタカタ結構動くんですよ。これはまあ僕の中では動いてない方なんですけど、何回もですね組んだり外したり組んだり外したりっていう頻度が僕すごい多いもんで、あとまあぶつかった衝撃とかもあるかなと思うんですけど、そういうのでねガタ増えてくるんで、その時にねこういうことをすればガタが減るんじゃないかっていう一石を投じるメンテナンスになってます。本当かな、本当かよ。今ですね、動画の撮影のためにですね、この上と下のネジを取ってアップライト外したんだけど、あんまり外さない方がいいです。あのネジがね、緩くなってくるっていうか、まあ、プラだから消耗品だからさ、いつか折れたりとか、まあ、切り見てね、バーンって変えれたりするものなのかもしれないですけど、それでも、この上下のね、アップライトのネジを付けたり外したりすると、緩くなって、なんかね、コーナーリング中に、なんだろうな、こう、旋回して横に腹圧っていうの、圧力かかってる時にハンドル切ったりするとさ、フランジパイプの摩擦とネジ、ね、フランジパイプとネジの摩擦ごときで、あの、緩んでくるもんですから、まあ、あんま分解しない方がいいんじゃないかなと思うんだけど、まあ、今日は、こういう細工するよっていう動画のために分解したんですね。で、420とかはね、あの、これ分解しなくてもベアリング、ね、ここ大きく作ってある、多分これメンテナンスのためだと思うけど、大きく作ってあるもんでベアリング取れますから、別に分解しなくてもいいんじゃないかなっていう余談ですけどね。でアップライト、ここたまにきついやつがあるもんで、きついやつがあるときはこういうダイヤモンドビットみたいなやつをこう処理するんですよ。これめっちゃ便利なんで、これね M シャーシとかに バチクソにいいもんで、ちょっとリンク貼っとくんですけど、でそういう、なんだろう、こう、揉まなくたって、結局、つけたり外したりしてると、痩せてくるんですよ。なんで、もうスパッと入るようになっちゃって、で、今、こう、はめてさ、こう、つけると、このね、遊びがあるんだよね、こう。ムニムニとね、遊ぶんだよ。わからんと思うけど、こうやって、なんか遊んでるんですよ。わかる？わからないですよね。わからない。結構遊ぶんですよ。遊んでもいいかなと。あんまりガタが、あのね、詰めすぎても、ベアリング壊れやすくなったりとか、なんか運転がめっちゃめんどくさいみたいな。僕もうガタガタラジコン大好きなもんで、ガタガタでいいんですけど、それをですね、このマニキュアをこの外周に塗ることによって、だいぶ改善されて、あの、いい感じってなるんですよ。とりあえず掃除するじゃないですか。とりあえずね。こんなんでいいっすわ。で、このさ、あ、このマニキュアちょっと細くてやりにくいね。これダメだね。こっちだね。よいしょ。あ、このマニキュアは、ほら、平筆。もう、アップライト塗ってくださいみたいな感じですね。このね、奥のね、この奥のね、座面に当たらないようにね、面だけ塗るんです。しかもね、そんなに奥まで塗らなくてもね、良さそうな感じなんですよ。たまにね、こ
こう瞬間接着剤を薄塗りする人がいるんですけど、瞬間接着剤薄塗りにできる人はちょっとかなり手先がエキスパートな感じなんで、もう一切できないです。もう瞬間接着剤をこんなところに薄く塗ろうもんならアップライト全体に塗っちゃってね、あー微強かーみたいな感じになっちゃうんで、マニキュアでちょっとずつ追い込んでいくのはかろうじてできるなみたいな。だからね、あのおすすめっていうかこういいなって思ったんです。裏側もさ、ね、結構乾くの早いもんで、ささっとさ塗りすぎたら伸ばしたりとか、何あの拭いたりとかすればすぐ取れるんでね、パーツクリーナーでガンガン取れるんで、まあ、適当に塗って、まあ、ちょっと放置、まあ、乾くのをですね待ってる間にこの ABC のベアリングキットでさ、ベアリングを掃除、これはねこの作業が僕好きだからやってるけど、かなりねおすすめなんですよね、マジでね、うん、こう表裏やるといいです、うん、ガリガリなくなったかな、うん、でベアリングオイルね、これでベアリングオイル、これね多めにねつけちゃう、なんかこうベアリングオイルでゴミ出てくれないかなみたいな、そういう期待も込まってるんですよでこう、まあもう乾いたと思うんで待つことどれぐらいだろう、10分、もう新打ちにすぐ乾くんだよね、5分ぐらいで乾いてるかもね。よし今ねこうはめた感覚、マニキュアあるんでちょっとムニって入るのさ、ほんと薄く塗ってるだけだけどこうムニって入るんで、で行くよって、これほらもうこの段階でさ全然これすごない、もう分からんと思うんだけど、やってみないと分かんないと思うんだけど、かなり減るんだよね。でなおかつ塗料がね柔らかいからか知らないですけど、こう周りはあんまり妨げないんだよね、ほらブルンブルン回るしよ、これが素晴らしいなと思って、なんだろうな、こう硬いまんま最初のまんまやってもさ、もちろんなんだ樹脂がタイトな状態だもんでガタあんまないかもしれないですけど、圧迫されすぎるとなんかすぐベアリング死ぬっていうイメージがあって、そういうのからねちょ一時的に解放されるなと思います。でずっと試してるわけじゃないもんで、どういう不具合、例えばさこのマニキュアがすぐ取れやすくてもう頻繁的にやらなきゃいけないよとか、あとはなんだそのベアリングにねそのマニキュアのカスが入っちゃうかもしれないもんで、それを踏み込んだところまで あのレビューっていうのはできないんですけど、もう目の前で作業した段階の話させていただくと、もう完全にねありだなと思って、で特にリアなんかいいなみたいな、あんまりそのガタ取りすぎるとなさ、あのなんか運転がーとかなるかもしれないけど、これはねありなんじゃないかなって本当に思うんだよね、まあ、これでまあ元に戻して組み立てて終わりっていう。一つ注意なのが、例えばこのこれアップライトだとして、こうベアリングこうやってペッて入るじゃないですか、この面に塗ってもいいんですけど、面っていうかなんだろう、外側に塗ってもいいんだけど、やっぱりベアリングがこう当たる、これベアリングだとするけど、アップライトのここのね止まるところの座面に塗るとベアリングがちょっと外に出ちゃうんですわ。まあそれぐらい塗膜っていうのはあるんだけど、それがねちょっと、うん、難しいかもしれないですね。僕不器用なんで、まあ、最初難しかったんですけど、外側だけほんとさ、こう外側だけシャーって塗るだけでね全然いいんですよ。こう外側だけシャーって、こんな僕ベタ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 塗らなくてもいいもんで、外側だけシャーって塗ってあればいいんで、ということでですね、ガタ取りね、マニキュアでガタ取るよっていう動画だったんですけど、
ベアリングはですね、もう何回も何回も掃除してるとベアリング自体もガタが出てくると思うもんで、どっかのタイミングでですね、なんかもうメンテナンス壊れなくてもね、なんか変えた方がいい時が来るかもしれないんで、永遠にこれをするからずっとガタなく使えるよっていうものではないですよっていうことをですね、お伝えしようかなと思います。それでは。